チャーマラージャ10世は、南インドのカルナウタカ地方、マイソール藩王国の君主、チャーマラージェ・エンドラの名でも知られる。1865年6月18日、祖父である藩王クリシュナラージャ3世の養子として、王太子となり、1868年3月27日に、同王が死亡したことにより、チャーマラージャ10世がその藩王位を継承した。 1881年3月25日、戦王の代より長らく、イギリスに奪われていた内政権が返却され、チャーマラージャ10世は、反王国の内政権を行使できるようになった。チャーマラージャ10世は、戦王クリシュナラージャ3世の知性よりイギリスに評価化、されていた優秀な支配体制の発展に努め、解明的近代化政策を推し進めた。 1878年には、マハーラージャ大学を設立したばかりか、1881年に、代表的市民を招いての大議式会が開催され、1891年には、議員選出に選挙制度が導入されるなど、様々な政策が進められた。1894年12月28日、チャーマラージャ十世は、カルカッタに出向いていた矢先、突如ジフテリアで死亡し、 息子のクリシュナラージャ4世がその王位を継承した。その島でに様々な社会改革が行われ、同百8 9 4年に国内で幼児婚禁止令が出されているなど模範的な国家となる先駆けができていた。枚数は4枚数は4、から島世界歴史体系南アジア資産、南インド、年表、P44、から島 世界歴史体系南アジア資産、南インド、P276、からシマ、世界歴史体系南アジア資産、南インド、P277、からシマ、世界歴史体系南アジア資産、南インド、P277 ハット枚数は4、からシ世界歴史体系南アジア資産、南インド、P277、ありがとうございます。